はい、おはようございます。アキラです。それではテイルズコラボユニット第1弾のスタンの実装前性能評価、自前習得スキル値と育成テンプレ仮について解説していきます。自前習得スキル値というのは、能力解放で習得できるスキルをスキルコスト化させた合計値で、スキルコスト0で装備可能な性能の高さによってユニット能力を評価するという考え方で、アキラのゲームや独自の評価方法となっています。これだけでキャラの強さが決まるというわけではないですけれども、数値化することで客観的にキャラ自身が持つ力を示す指標になるかとは思います。で、育成テンプレ仮っていうのは、現時点でひとまず適性がありそうな、優先してスタンに習得させた方が良さそうなスキルについて一覧にしたものとなっています。それでは自前習得スキル値を見ていきます。で、まず既存スキルがこちらになっていまして、で、これにスキルコストを当てるとこうなります。過去の固有スキルについてはそれぞれの解説を参照してください。で、これを合計しますと 227.5 となります。で、昨夜話せなかった点をですね、一つ挙げますと、ステータス系がね、かなり積んであるんですよ。攻撃アップ極み、投資アップ極み、勇士アップの2、防御 HP プラス2、鎧杯ブーストと、かなり高い補正がね、つくスキルが多くついてるんで、これらを合計しただけでも、HP はプラス 38%、ストレングスもプラス 38%、ディフェンスはプラス 28% となります。で、さらに言うと、熱血感で、ブレイブとフォートが戦闘不能まで継続しますので、ここからストレングスとディフェンスは 1.2 倍されます。なので最終的な補正は、HP はプラス 38%、ストレングスはプラス 65.6%、ディフェンスはプラス 53.6% となるので、かなり優秀なステータスになるかと思います。で、こういうスキルについて、こちらも一覧で表示していきます。まずデバイス系スキルの3種なんですけども、こちらは最大時の効果で計算しています。で、エクシードについてがね、少し難しかったんですけども、まあ、いずれかの SCT が1回分回復するという点で、既存スキルのクイックトリガーと効果自体は同じなんですよね。で、クイックトリガーは開幕時の1回だけだけど、エクシードはウェーブ中に最大5回発動させることができます。なので5倍してスキルコスト30としました。で、それ以外のスキルについてですけども、炎の小術がダメージ上限プラス2万っていうね、かなり強力な性能ではあるんだけれども、剣一つ装備で炎属性物理攻撃で弱点属性を突いた時限定というね、かなり縛りがありますので、スキルコストの価値としては半減してスキルコスト15としておきました。で、これらこういうスキル6章合計しますと127となります。既存の 227.5 と合計しまして、総合計は 354.5となりまして、これをランキングで見るとこちらになります。全体ランキングでは12位、ミューレンを 0.1 だけ上回りました。で、前回の DMC コラボのヨンネロとバージェルのね、ちょうど間ぐらいに入ってきたんですよね。なので、やはり現在のコラボユニットの相場としてはこれくらい、340から350程度で調整されてるのかなと思います。で、スコアの中身としては特段大きい数字がないんですよ。いわゆる複合スレイヤーとかね、一切持ってないので、で、火力系は全般的に持っているのはまあ当然としまして、昨夜も言いましたけどもね、ガード系、耐久系、そしてブレイク系のね、性能を兼ね備えているん で、しかもそれぞれがね、最新のレアスキルを持っているっていう点で、かなりスコアが伸びたんかなと思います。で、そんなスタンの育成テンプレ仮ですけども、まずはいつものプラウドフォースセットですね。両手剣とクリティカルレイズでもね、クリティカル率は上がるんですけれども、栄機とオートクリティカルはいつものように入れておきました。で、あとは装備系、炎系の保管ですね。で、あと SCT 系も追加したいんですよね。特にオートヘイストは入れておきたい。で、あとね、マインド系がね、ステータス補正がなかったんで、これも足しておきたいなと。っていうのが、これでヒールガードとプラウドフォースの回復量がね、変わってきますので、マインド系もがっつり入れておきたいなと。とりあえずはこんなところでね、もういいと思います。もうそもそもね、強いスキルをがっつり持って生まれてくるんで、なので本当もう忘れ物を足すくらいでかなり強くなるかと思います。ただ特に SCT 系かな。デバイスエクシードでもね、かなりスキルは溜まりそうな気はするんですけれども、開幕時であったりとか、長期戦っていう中では結構オートヘイストがあるなしではね、かなり変わってくるかなと思います。
まあ、っていう感じでね、結構ね、ベタな、ね、仕上がりになったんですけれども、何かしらの参考になりましたら幸いです。高評価を押すかどうかはお任せします。戦勝派